JR 沼津駅周辺の高架化事業に伴い、沼津市片浜地区に移転する新たな車両基地の着工式が行われました。午後、新車両基地地の予定地で鈴木康知事や よりしげ一沼津市長らが工事の安全を祈願しました沼津市は JR 東海道線などに南北が分断されていて周辺道路の渋滞などが長年の課題となっています鉄道効果によって道路が立体交差化されるため課題解決が期待されています去年10月、事業の第一弾として 新貨物ターミナルの工事が始まり新車両基地着工は主要工事の第2弾2028年度には鉄道高架工事が始まる予定です。 沼津市だけではなく、静岡県東部地域全体を発展させる極めて重要な事業であると捉えさせていただいています。多くの皆様方がですね、この沼津のまちづくりをま関心を持っていただいて、あこういう流れができた良かったなと思っていただけるようなそんなまちづくりを静岡県県知事とですね、しっかりと連携をさせていただきながら進めてまいりたいと考えています。